夫婦円満の秘訣。夫婦円満の秘訣、言葉よりも行動で。愛は言葉より行動で示す方が夫婦仲を強固にする。行動で示された愛情はより具体的で、相手への思いやりが伝わりやすい。何気ない日常の中で相手のために行動することで絆が深まった夫婦の話。行動で愛情を示し、信頼を築こう。夫婦円満の秘訣。夫婦円満の秘訣、夫婦で学び続ける。共に新しいことを学び続ける夫婦は、関係が刺激的で充実している。新しい知識や技能を共に学ぶことで、共通の興味が深まり、会話が豊かになる。一緒に語学を学んでいる夫婦が、学習を通じて新たな共通点を見つけたれ、共に学び、成長する喜びを分かち合おう。夫婦円満の秘訣。夫婦円満の秘訣、お互いの成功を祝う。夫婦がお互いの成功を心から祝うことが、絆を深める。相手の成功を喜ぶことで、支援と尊敬の気持ちが強まり、ポジティブな関係が築ける。お互いの小さな成功を祝い合うことで、関係がよりポジティブになった夫婦の事例。相手の成功を自分のことのように喜び、支え合おう。夫婦円満の秘訣。夫婦円満の秘訣、互いの空間を尊重。夫婦でもお互いのプライベートな空間を尊重することが大切。一人の時間と空間を尊重することで、お互いの独立性が保たれ、関係が健全に保たれる。それぞれが趣味の時間を大切にすることで、お互いをより尊重するようになった夫婦の例。お互いのプライベートな時間と空間を大切にしよう。夫婦円満の秘訣。夫婦円満の秘訣、お互いの健康を気遣う。夫婦でお互いの健康を気遣い合うことが、長く幸せな関係を築く。健康への配慮は相手への深い愛情と思いやりを示し、共に健康的な生活を目指す励みになる。お互いの健康を気遣い、運動や食生活を見直したことで、生活がより充実した夫婦の話。お互いの健康を大切にし、共に長生きを目指そう。夫婦円満の秘訣。夫婦円満の秘訣、過去を振り返る時間。定期的に過去を振り返り、共に過ごしてきた時間を評価することが、絆を強化する。共有した記憶を振り返ることで、これまでの旅路を共にしたことへの感謝と愛情が深まる。結婚記念日に過去の写真や手紙を見返し、共に過ごしてきた時間を振り返ることで関係が深まった夫婦。過去を振り返り、共に歩んできた道のりを大切にしよう。夫婦円満の秘訣。夫婦円満の秘訣、小さな儀式を持つ。夫婦だけの小さな儀式を持つことで、毎日に特別な意味を持たせることができる。日常の中に特別な瞬間を作り出すことで、夫婦生活の喜びとつながりをもたらす。毎晩就寝前に互いにお休みを言い合うことが、絆を深める儀式になった夫婦の話。日々の小さな儀式を通じて、お互いへの愛を感じる。夫婦円満の秘訣。夫婦円満の秘訣、意見の相違を受け入れる。意見の相違を受け入れ、それを関係を豊かにする機会と見ることが、夫婦仲を良くする。相違を通じてお互いを深く理解し、互いの視野を広げることができる。異なる意見を尊重し、話し合いを重ねることで、より深い理解と尊敬の関係を築いた夫婦の事例。お互いの違いを認め合い、豊かな関係を築こう。夫婦円満の秘訣。夫婦円満の秘訣、日々の感謝を忘れずに。日々の小さな感謝を表現することが、夫婦仲を温かく保つ。日
常生活の中での小さな感謝の言葉が愛情を深め、お互いを大切にする気持ちを育む。毎日のありがとうがお互いへの感謝と愛情を深めるきっかけになった夫婦の話。日々の感謝を伝え合い、お互いを大切にしよう。夫婦円満の秘訣。夫婦円満の秘訣、互いに挑戦を応援する。お互いの新たな挑戦を応援することで、夫婦仲がより強固なものになる。新たな挑戦は自己成長を促し、それを支え合うことで互いへの信頼と尊敬が深まる。夫が趣味でマラソンを始めた際、妻が全面的にサポートし、その過程で夫婦の絆が深まった例。お互いの挑戦を支え合い、共に成長しよう。